まずプロ野球選手になるためにやっといてよかったと思うこと。よかったこと、まあ小さい時は素振り、壁当ては学校終わったら毎日してたので、それが楽しくてやってたので、まあこう楽しむってことが一番大事なんじゃないかなとは思ってます。逆にもっとこんなことやっといたらよかったなと思うことありますか？そうですね。まあ、しっかり寝て身長のもう少し伸ばしたかったなと思いますけど。逆にプロ野球選手になった今も努力してることっていうのは、まあやっぱりその楽しい野球のはずなんで、まあ今はこうプロになってもこう楽しめるように努力してるつもりです。プロ野球選手になりたいって思ったのはいつ頃ですか？わー、まあ、ちっちゃい頃野球を始めた時から夢としては常にプロ野球選手とは思ってましたけど、まあ、高校入ってそれがこう現実になろうっていうふうに思えたのかなとは思います。近藤選手でも諦めそうになったことってありますか？プロですか？はなかったですね。ずっと気持ちを持ち続けて、ずっとそうですね、野球もに対しては真面目だったんじゃないかなと思いますけど。その真面目さもあると思うんですが、なぜプロ野球選手になれたと思いますか？もうなれるもんだと思ってずっとやってたので、そのどうしたら野球が上手くなるのかってのは常に考えてて、まあ、それがこう結局プロの道に一番近かったのかなと思いますけど。プロ野球選手のやりがいってどんなところに感じますか？まあ、今はこうお客さん満員ってのは厳しいですけど、やっぱり満員の札幌ドームなんかでプレーするってのはやりがいは感じてます。最後に野球に取り組む子どもたちにカメラに向けてメッセージをお願いします。はい、まあ、さっきも言ったように野球をまずは楽しく、自分のこういいところを伸ばしてほしいなと思っているので、ミスを恐れずに頑張ってほしいなと思います。